はようございます、クリスルナです。はい、今回は久しぶりにお家でルックブックを撮ってみました。アフレコがねちょっと安定に聞き取りにくいかもしれないんですけど、ほとんどグレールでコーディネートを組んでるので、ぜひ最後までご覧ください。はい、こんにちはじゃあルックブックスタート。はい、じゃあまず一つ目のコーディネート着替えていきます。タミも後で紹介するんですけど、これもグレールです。じゃあ着替えます。で、このデニム私サイズ間違えて注文しちゃって S サイズが届いてパツパツなんですけど、ちょっと見過ごしてください。本人も気づいてます。で、このカーディガンは生地が柔らかくって袖がフレアになってて、丈が短めなのがめっちゃ可愛くて注文しました。今回はこんな感じでデニムに合わせてます。長袖だけどレースっぽくなってるから今時期ぴったりかなって思います。こんな感じでね、ヘアピンとかつけても可愛いかなって思ってつけてみました。はい、どうでしょうかイエーイ。で、この袖と胸元が編み上げになってるのがちょっとなんかカジュアルっていうか可愛いなって思いました。語彙力がないです、すいません。はい、じゃあ次、これまた違うデニムなんですけど、これをちゃんとサイズも間違えず頼めたからいい感じです。さっきのデニムも裾のロールアップがめっちゃ可愛かったから、みんなはサイズ気をつけて頼んでみてください。で、中のインナー着回しでまた違うカーディガンを羽織ったんですけど、これが本当にめっちゃ可愛くって、普通に着るとこんな感じなんですけど、ここの紐で端的にすることができるんですよ。袖のゆとり感とか端的の感じとか全体のサイズ感がめっちゃ可愛くって、素材もサラッとしてるから着やすくてめっちゃ良かったです。2色買いしました。これ本当におすすめ、超可愛い。で、この帽子は上原で買ってめっちゃ夏っぽいんですけど、すごい好きな色味でカーディガンと合うかなって思って被ってみました。でもめっちゃ夏っぽいですね。いや、今回洋服もうちょっと秋寄りにすればよかったなって後悔しました。頼んだ時期がちょっとまだ暑かったから夏寄りになっちゃったんですけど、で、このピンでも可愛いし忙しいクリップで髪の毛をハーフアップにしてもなんか韓国お姉さんみたいな感じで可愛いかなって思います。色合わせでスニーカーとか履いてもめっちゃ可愛いと思います。てか私さ、ルックブック撮るためにこのドレッサーのライトを買い直したんですよ、壊れてたから。なのに今回電気つけ忘れてショックでした。で、さっき話してたこのインナーはここのね、ひらひらとかがポイントになっててめっちゃ可愛くって万能でした。で、次のコーデもデニム着回しで黒のトップスに合わせてみました。このトップスは肩を出さない着方もできるし、オフショルにもできますよっていう感じで、首元がちょっと寂しかったので、私が最近ハマってる韓国で流行ってる紐のチョーカーをしました。てか私が中学生ぐらいの時もこういうの流行ってた気がします。あとなんかネジネジのゴムみたいなチョーカーとかもめっちゃ流行ってました。肩を出さずに着ても可愛かったです。でもね、個人的にはやっぱりこっちの髪下ろしメガネバージョンの方が私っぽくて好きですね。次もデニム着回しで、このトップスがキャミとカーディガンのセットなんですけど、これもなんかヒラヒラしてて可愛かったです。今回ヒラヒラ多めですね。バッグはトップスに合わせてピンクのバッグにしてみました。結構可愛いトップスだったので、デニムとこの強めの柄のバッグを合わせてガーリーさをちょっと抑えてます。で、このトップスカーディガンも中のインナーもヒラヒラしててなんか可愛かった、デートとかにおすすめですよ。皆さんどうですか。シュシュもピンクを合わせてつけてみたんですけど、なんか可愛かった、男の子が好きそうなコーディネートっていう感じがしませんか。てか私今の自分の体型結構好きで、ルックブック撮ると毎回改めてウェーブだなって思うんですけど、女の子ってこれぐらいのムチッと感が可愛くないって言い聞かせてますと言いつつも、さすがにやばいので今絶賛ダイエット中です。ジムに行きまくってて全身が筋肉痛ですはい、で次はこんな感じのグレーのワンピースにさっきのカーディガンの色違い白のバージョンを合わせてみました。ちょっとこのワンピースもね、ウェーブ特有の横張りが気になるんですけど、でもめっちゃ可愛いです。で、このカーディガンもやっぱり着回し力抜群で、
ホワイトも超可愛いなって思いました。で、このワンピース今はこの上にカーディガン合わせてるけど、中にタンクトップじゃないわ、タートルネックとか合わせても秋冬は可愛いかなって思います。で、次がさっきのコーディネートと色が全く同じなんですけど、今回はパンツスタイルですね。で、このトップスがさっきのブラックのトップスと色違いかなって思った方いると思うんですけど、こっちはこの前の方がクロスになってるデザインで、よりボリューミーで丈もちょっと短めだったんですけど、こっちの方がボリューミーな分肩周りが華奢に見えてめっちゃ可愛いなって思いました。個人的にはこっちの方が好きです。はい、あ、さっきよりこっちの方がいいって言ってますね。これめっちゃ可愛かった。結構おすすめです。なんかデニムとかに合わせても可愛いかなって思います。こういうキャップとか合わせたくなっちゃうんですよね。で、このパンツが横にリボンがついてて、これもめっちゃ可愛かったです。で、今回サイズ M サイズにしたんですけど、丈が若干短く感じたから L サイズでも良かったかなって思いました。はい、じゃあラストのコーディネートはワンピースなんですけど、ちょっとね、素材も良くって形も可愛いんですけど、ちょっと私には形が似合わなかったかなって思います。いや、このワンピース自体は本当にめっちゃ可愛いんですけど、ウェーブさんが着るのはちょっと危険かなっていう感じ。もうちょっとこうウエストをギュッてしたくなっちゃう気持ちが出てきますね。なんかこう斜め掛けのバッグでメリハリ出したりとか、ウエストをもうベルトでギュッて絞ったりとかしたら可愛く着れると思います。で、靴もね、グレールで可愛いのを見つけたので合わせて履いてみます。あ、映ってますよお姉さんで、この靴ね、すごい可愛かったです。リボンで縛れる感じになってて、今回ワンピースに合わせてるんですけど、デニムとかに合わせても可愛いと思います。で、このワンピースね、後ろにスリットが入ってて、こんな感じでオフショルにして着ることもできるので、本当に大人のデートとかちょっとセクシーな感じにしたい時とかにおすすめです。カチューシャ合わせても可愛かったです。あ、やばい、アフレコ疲れた。はい、こんな感じです。はい、ということで今回はこんな感じで久しぶりにお家でルックブックを撮ってみました。もうアフレコが大変すぎてって感じなんですけど、好評だったら私服バージョンも撮ろうかなって思うので、ぜひチャンネル登録と高評価とコメントお願いします。あ、疲れた。